関近林は中華人民共和国黒竜江省チチハル市出身の元男性フィギュアスケート選手、振付師。2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権3位。黒竜江省チハル市に生まれ6歳の頃にスケートを始めた。2004から2005年シーズンより国際大会にデビューし、2005年世界ジュニア選手権では5位となった。2007から2008年シーズン1戦目の JGP ウィーン杯で2位となり、2戦目のタリン杯で優勝を果たす。初出場の JGP ファイナルでは5位に終わった。4度目の出場となる世界ジュニア選手権では3位。2008から2009シーズン、シニアに移行し、エリック・ボンパール杯と NHK 杯にエントリーをされていたが、怪我のためにシーズンを棒に振った。2013から2014シーズン、全国花様なめ、表金表祭で初めて3回転アクセルに挑戦し、3位。4大陸選手権では初めて3回転アクセルを成功させ、すべてのパーソナルベストを更新して7位となる。これが現役最後のシーズンとなった。2014から15シーズン、当初は NHK 杯にエントリーしていたが出場を辞退。現在は主にコーチ、振付師として活動している。ありがとうございます。